日刊現代週末レース予想の時間です。今週も武田さんとそして大谷さんには電話で出演していただきます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今週は桜花賞なんですが、その前に先週の大阪杯を振り返っていきましょう。まあポタジェが勝ちましたね。え、僕にとっても先輩にあたる立花記者、はい、本命だったんだよな。すげえなすげえなねえ、まあ一瞬外からアリーボが差し切るのかっていうシーンもあったし、うん、はい、まあポタジェもね、うん、これまで、まあ、前線マンかと思ってたらそうですね、前線マンって要するにちょっと足りないっていうイメージ勝手に持っちゃうんだけど、うん、まあ、何かあの歯車が噛み合えば、はい、勝つこともあるんだよねちょっと足りないだけだから。そうですね、これで金子オーナーの、ね、馬がもうまた新たな G1 を一つダッシュしたことになります。金子さんもあと勝ってない G1 は3つか4つなんだよね。そうなんですよ。だから武豊騎手の全 G1 制覇か金子オーナーの全 G1 制覇かどっちが早いかっていう、そういうのもね盛り上がってきてますけどいやー本当にすごいわ。すごいですね。うん、うん、まあ問題はね、まあボタジェが勝ったことよりエフォーリアの負けっぷりよね。そうですね、全くって感じでしたよね、うん、なんか結局は顔が腫れてたってゲートにぶつけて、そうですね、ゲートで頭ぶつけてね、なんか腫れてたっていうことになってますけど、うん、あのね、どうなんですかね、いろんなことを言う人がいて、こう牝馬がね隣だったから、うん、なんかあれだったのかなみたいな、可愛い男の子じゃないっていう感じのコメントがあったりとか。まあでも大谷記者、はい、共にまあ本命にしなかったエフォーリはまあ負けたけど、はい、まあそうですね、このアクシデントなくてもどうだったんかね。ね、よくゲートに顔ぶつけるったっていうのはよくね、はい、聞くんですけど、それでも勝つ馬はいるし、やっぱね、気持ちが乗ってれば結構レース自体を走ってきて、はい、来てゴールしたら鼻から血で、ね、鼻切ってたとかいうのはよく聞いたりするんで、はいはい、なんかやっぱ、うん、気持ちが乗り切ってなかったのかね、ちょっとポカっぽい感じですよね。うん、なんかどっか急仕上げっぽいイメージもあったし、うん、そうですね、なんかよくね、二走ボケとかでよくわかんないで走んなかった、これ今回休み明けだったんですけど、はい、なんかそういうのに近いようなイメージも、うんはい、ね、感じるし、ちょっと確かに調整過程がなんとか間に合わせたなっていう感じは感じだったんですけどね、はい、それにしてもちょっと走らなさすぎっていうか、うん、全く、うんうん、参加してないようなことね、とこだっただけに、ね、ちょっとねこれが追い負けてしまったとかなんかそういうのだったらちょっとやっぱ微妙な調整の分かなとかも思うし、はい、うんうん、ちょっとねやっぱこうね、動物のなんか中身の難しさというかそういうのを改めて感じた敗戦でした ね、 なんか長距離輸送とかはどうなんですか、この馬に関してはね。なんかそうですね、金曜輸送で土曜スクーリングでまあ運動できなかったので気持ち乗んなかったっていう話もあったけど、まあ結構ありますもんね、金曜に輸送して土曜日厩舎周りの運動だけとかっていうのもそんなに特別なケースでもないんで、うん、まあね、関西の輸送が初めては初めてだったというのはあると思うんですけど、なんですかね、それでだけが敗因ともちょっと、はい、考えづらいし、まあ、難しいですね、本当競馬の難しさを改めて ね思い知らされたような敗戦ですね、はい、うん、まあ、そんな中で大谷さんの本命のフィシーグアスは4着でした。そうですね、一瞬ね、うん、外からアリーボと2頭で
はい、伸びてきた時にはね、おって思ったんですけど、ね、まあはい、ね、最後ちょっと伸び負けてしまったというか、まあ、うん、このまま結果的にまだ本調子になかった分もあるかなっていうのは感じましたね。っていうか、まあでも来てても俺ポタチ一枚も買ってなかったんで、そうなんですよね。どうもならず、はい、はい、まあ我々の本命のジャックドールは5着、まあ初めて58秒台に突入しちゃったからね、まあアフリカンゴールドがちょっとね、やっぱ前に来たし、うん、2ハメがちょっと早くなった分がね、はい、最後の最後に響いたかなという感じがいたしました、うん、はい、まあ、藤岡騎手は、祐介騎手は、まあ、楽鉄の影響もあったかなというふうに述べてはおりますが、うん、はい、ということで、まあ、気分を変えて4月の競馬に行きましょう。そうですね、あ、はい、先週も4月か、あ、4月だ、4月2日だ、あ、3日か、あれは桜花賞です。はい、まあまるで相談したかのように印がバラバラ、うん、はい、ここまでばらけるかって思いますけどね、うん、ね、うん、本当にね、みんな見解が違う、はい、本当前も言ったけど何の打ち合わせもしてないんですよ、もうみんな勝手に印打って、はい、で柱ができてみたら、うん、なんだ全員本命違うじゃねえかって、違うね、本当だ、全員違いますね、本当ですね。まあ、それぞれの本命の前にまずはちょっと今回人気馬を、はい、まず触れていきましょう、はい、ナミュール、うん、大谷記者、黒三角、はい、そうですね、まあ、これが一番人気だろうね、おそらく、うん、はい、ナミュール、まあ、僕は阪神ジュベナイルフィリーズで本命にして、うん、残念な4着に立った馬なんですけど、うん、まあ、前走ね、改めてこの馬能力ちょっと違うなっていうところを見せてくれたんですけど、まあやっぱりというかこうね、スタートも含めて、うん、人気を背負って買うにはちょっと当てにしづらいなっていうところはありますよね、うん、まあ前回はスタート出たは出たけど、だから今回も出るのかって言われたら、はい、ちょっと、うん、気になるところですし、うん、まあ、ただこの馬ね、大外枠自体は、うん、悪くはないと思うんですよ、そう思います、多少遅れても立ち回りやすいっていうので、はい、ただ、はい、この馬自身大外枠悪くなくても、やっぱ、今週から阪神 B コースですか、うん、そうなんだね、ね、両馬場でやるとある程度やっぱ陰有利かもしれないなっていうのもありますし、うん、あと、まあ、横山武史ジョッキーちょっとここ2周ね人気で負けてリズム良くないなっていうのもあるんで、うん、なんとなく本命人気で本命にっていうのはしづらいかなと思いました。レシステンシア、エフフォーリア、同じ勝負服で2回ね、はい、そうなんですよね、掲示板外に消えちゃいました、また同じ決勝、来週も同じ勝負服かな、来週もそうだね、なんだっけ、はい、みんなが出て、あれだ、名前キラーアビリティですね、キラーアビリティ、そうです、うん、あ、そうね、はい、うん、まあそろそろ来るんじゃないけど、ね、もうそろそろかなって気がする、はい、しますけどね、そう、そろそろ来ますよ。はい、ナミュールの評価、武田さんは低いんですよね、まあね、はい、予定外に前回ちょっと目いっぱいの競馬になっちゃったかなっていう、ああ、なるほど、あれ大谷記者聞こえる、はいはい、あ、はい、聞こえますよ、一瞬切れたかと思う。大丈夫です、ちょっと進路なくなっちゃったじゃない、うん、そうですね、うん、で結構もっと、ね、はい、おそらく陣営としては楽に勝つぐらいの感じだったんじゃないかな、うん、予定外にちょっと目いっぱいの競馬になっちゃった、はい、それはってのと、うん、ジョッキーのメンタルと、はい、でお母ちゃんのサンブレミューズってのもそんなに成長しなかったんだよな、とあと加藤球種ですよね、そうそう、ゆきひろ球種、加藤ゆきひろ球種、そう覚えてるわ。こ
この後ね、うん、グンって伸びるっていうイメージが自分の中にあんまりなくて、それらをいろいろ考えてます、うん、僕は4番手ですね、はい、ゲートが安定しないっていうのもあるし、うん、はい、では2投目の人気馬、はい、サークルオブライフ、サークルオブライフ、はい、これ一応2人とも2番手評価ということなんですけど、うん、これもじゃあまず大谷記者に聞いてみましょう。そうですね、あのサークルオブライフの、2番手というのは、まあ、あの本命を他にしたかったからっていうのでの2番手なだけで、この馬はやっぱ、いわゆる軸に最適といいますかね、まあ前回に関してはあくまでもトライアル仕様ということで、まあね、国枝厩舎ですしね、うん、そんな、トライアルある程度もトライアルと割り切って仕上げて本番狙ってくる厩舎ですし、うん、まあ、この馬自身、新馬戦1秒に差3着から一変しての、3連勝っていう叩き両下型なんで、はい、まあ前走のチューリップ賞休み明けで0秒2差3着はもう十分だと思いますし、うん、ここは怖い一投だと思います。はい、本当にこうあれですよね、まあ、たたきで、うん、次がもう本番ですよっていうようなレースだったかなって感じですよね、うん、そうですよね、うん、はい、これについて武田さんは、まあ後でちょっとまとめて、わかりました。さ、今度は、3投目の人気はプレサージュリフト、はい、2戦2勝の関東馬、うん、大谷記者4番手の中、そうですね、まあ、ね、中に2戦2勝で中にしたと、もちろん何かを割り引いてっていうのの中ではない ですね、まあ、前回もプラス12キロで、まあまあ、成長分もあったのかな、それで完勝ですから、うんうん、まあ、この馬も能力はかなりあるとは思うけど、まあ、強いて言うならね、キャリアの浅さというか、やってきた相手がまだこう強いところでやってないので、ちょっとまあそういうのは結構他の馬にもね、ここ最近は当てはまりやすい、こういろんな路線からとか直行とかから来るから、力の比較がいまいち、うん、どうなんだろう、難しいなっていうところですね。難しいんだよな、本当この馬の扱いね、うん、ね、はい、いや弱いとは思わないけど、うん、じゃあ記録的に強いとも押せないんだよ、正直なところ、はいはい、なので僕はもう白三角にとどめてしまいました。はい、さあそろそろ本命いきましょう。そうですね、まあ2人とも、はい、まあ人気薄、おそらく、ね、大谷記者ボツ20丸ライラック、そうですね、まあね、うちの柱こんなに印つかないのかと思ったんですけどね白三角すらありません、ね、そうなんですよね、立花さんの段かなと思っちゃった、まあ、印が回らないメンバーだなっていうのはあるんですけど、うん、本当前走のフェアリーステークスはちょっとね、僕個人的には異常なぐらい強い勝ちっぷりだったなと思うんですよね、うんうん、まあ、見た目にはね、うん、はい、スタートして道中最高峰ですか、中山マイルで、うん、まあ、もう僕この時も馬券買ってたんですけど、ああもう終わったなと思ってスタートしてすぐ見てたら、まああんまあそこから大外回ってまくりきって、でそこで足使ってるにもかかわらず最後までしっかり伸びて、勝ち切ったのはもうこれ相当評価していいなと、うん、思う勝ちっぷりでしたね。まあ本当荒削りですけど、お父さんのオルフェーブルを彷彿させるような、うん、もう小柄な馬体でもバネがあって、はい、ね、強い勝ちっぷりでした、うん、で今回ですね、まあそこまで参戦こうね気に入って乗ってくれてたデムールジョッキーが、まあさすがに相手が2歳女王じゃしょうがないかなというので譲ることになってしまって、最初もジョッキー誰になんだろうって陣営ともちょっとね最初は話してたんですけど、もう決まったのが
まあよくぞ空いてたなって思う福永ジョッキーなんですよね。確かに。ね。はい。もうね、あの担当者とかとも話して、本当によく空いてたねって、もう、結構、誰がかかまって、いろいろね、やって空いてて、まあ、それで、一周前を一気に福永ジョッキー、乗りに来てくれたんですけど、はい、まあ、本当、絶賛してましたね。もう状態の良さはもちろんなんですけど、ね、こう、牝馬らしい、いい、キレのある身のこなしをするし、小さい馬だとこう男馬だと不利になることもあるかもしれないけど、女馬でこういうのは問題ないですよって言って、まあ、ちょっと繊細なところも感じたみたいで、そういうのに関してもね、福永ジョッキーはもう自分の特性を生かせるタイプ馬なんじゃないかと思いますって、言ってくれてました。でも最後に来てよかったって言いながら、ね、先週帰ってったんで、もうかなり、手応えは掴んでくれてるんで、まあね、あれほどのジョッキーがそう言ってくれんだったら、ちょっと期待してみてもいいかなと思います。はい、はい、そうですね。これ入れといた方がいいかもしれません、皆さん。はい、まあ、相手に買っといた方がいいと思いますよ。そうですよね。はい、はい、いろいろね、まだね、精神的な幼さとか不安材料はあるんですけど、はい、その分オッズもつきますからね。うん、そうですね。はいはい、はい、まあ精神的なね、幼さとかっていうのは他の馬もみんなそうですからね。まあこの時期はね、まあ似たり寄ったりなところはあるでしょう。そうですね。はい、それはだって3歳の牝馬だから。でも、まあ、以前に比べると、引き運動なんかちゃんとしてても、はい、前はこう周りでガーって騒ぐ馬とかいるとすごい反応してテンション上がったりするようなとかあったのが、そういうのがなくなって、すごい落ち着いて運動できるようになってるっていうんで、まあそこら辺も成長してきて、いい方に出てくれるんじゃないかなと思います。はい、大谷さんの本命ライラックについてでした。はい、じゃあまあちょっと手短にいきましょう。はい、まあ私ね、今年の三歳牝馬路線を時計面からまあ勝手にランキングしたらですね、はい、まあ馬場状態とかね、いろんなものを考えながら、はい、うん、まあ5段階評価でね、うん、まあ3をつけられるのがファンタジーステークスと、はい、まあ、ウォーターナビレラね、チューリップ賞の、うん、ナミュール、はい、まあ2がアルテミスステークス、阪神ジュベナイル、うん、クイーンカップ、はい、大谷記者には失礼だけど、まあフェアリーステークスは1だな。うん、それが武田さんの勝手なランキングでしょ。まあ1分35秒台って、まあ、はっきり言って一生クラスの内容よ。遅いですね。条件戦レベルの馬って、時計面で考えたらやっぱり僕は面白しは絶対つけられないので、うん、で唯一5がつけられるのは今年フィリーズレビューなんだよね、はい、もう1分19秒台の決着、はい、しかももう前半5波論が56秒台、うん、56秒7だったかな、あ4ですね、ごめんなさい、56秒4、レース史上最速、時計も早い、うん、でナムラクレア、さっき B コース代わりって大谷記者から話あったじゃない、はい、うん、B コースに変わったら去年ね、前週の大阪杯土砂降りから、うん、はいはい、翌週のソダシ、桜花賞レコードどころかコースレコードよ、はいはい、これぐらい激変するような馬場だったら、うん、絶対に内枠の方が有利だし、内枠のしかもレースレベルの高いところからチョイスしたらナムラクレアという結論になりました、はい、なるほど。小倉2歳ステークスの勝ち馬、うん、阪神ジュベナイルフィリーズで0秒5差、はい、フィリーズレビュー2着、うん、この3つ5年前の勝ち馬レーヌミノルと全く同じ。わお。レーヌミノルいろいろあって本番は乗れませんでしたけど、あ、フィリーズレビューまでジョッキーは浜中。ああ、なるほど、うん、おもうここは狙います、一発。そうですね、うん、
時計面で優秀なレースから勝ち馬が出るって考えるのはまあ僕の中では普通のことなんでね、ちょっと思い切りました今回は。じゃこれも買っとこうかな私もじゃあ最後に目黒さんの見解を、はい、いや話がループしますけどね。いやもう私はもうナミュールでも枠番が出る前からナミュールと思ってたので、これはもう皆さん誰かと被るに違いないと思ったら意外に被らないではないかっていう感じですね。はい、はい、もうあの阪神ジブナイルフィリーズの時も私ナミュールを本命にして、まあ結局エンジンかかってからの足がすごかったにもかかわらず4着、うん、まあでもそれをですねチューリップ賞でやっぱりこの足は本物なんじゃないかと思わせてくれたのがこのナミュールさんで、うん、で18番枠っていうのをちょっと極端すぎるのかなと思ったんですが、高野調教師のコメントを見るとももう考える中で一番いい枠でしたということだったので、これはもうナミュール、まあ、最後入れってことかな、うんうん、はい、ナミュールで人気ですけども、でもここからライラックとナムラクルアだと結構つくと思いますからね皆さん、はい、ぜひ参考にしていただいて、まあ、ね、他にも買いたい馬もいっぱいいるんですよねこれね。正直印がね回らない、そう足りないんですよね、印足んない、はい、なので皆さんもですね、大谷記者もだって俺の本命抜けだし、ああそうですね、うん、はい、うん、まあなかなかねつけたい馬は他にもいっぱいいるんですけど ね、 ね、はい、でこのところ G1 もちょっとあの荒れてますからね、皆さんこう、うん、結構幅広く買われる方も多いかと思いますが、そうしていただければ、ね、と思いますね。そうですね、はい、まあ、そういう時に限って人気一等で決まっちゃったりしてねまあまたそれも競馬なので、ぜひ皆さんに頑張っていただければと思います、今日のお話を参考になさってください、それではこの辺で失礼いたします。皆さん頑張ってください。